どうもタテチンチャンネルへようこそ、タテチンでございます。本日はね、筋肉マンマッスルショット行ってましょう。マッスルショット、ポチッと。はい、本日ですけれどもね、こちら、じゃれーん。このね、先日、行ってきました、私。大阪まで行ってきました、このマッスルオートムフェスティバル。このね、限定串カツサンシャインでございますけれども、返してください。私の、この串カツサンシャインを、返してください。日本語で通じないと、英語で言います。俺の串カツサンシャインを返してください。 Please cut back my skewer cut sunshine. 俺の串カツサンシャインを返してください。 Please cut back my skewer cut sunshine. 返してください。本当に私の串カツサンシャインを返してください。まあそう言ってもね、そうやって人の串カツサンシャインを盗むやつが世の中にいるんですね。大阪までだよ。36,000。もっとだよ。もっとかかった。まあお金の問題じゃないって言うとね、そうかもしれないけど、わざわざね、私長野に住んでて、ね、まあ東京のイベントだったら、ね、いいんだよ。東京のイベントだったらまあよかったんだけど、大阪まで、はるばる大阪まで行って、串カツサンシャイン、それからもう本当にマスショットのね、イベントが楽しみで行ったのに、串カツサンシャインもゲットできずと、このね、涙ながらに、マジでね、本当に俺のサンシャインがね、ゲットできなかったわけです。しかしながら私、こちらね、運営さんに、メールしました。私もね、今回、こんな感じでね、メールいたしました。限定串カツサンシャインの挑戦権が、まあ、獲得できないことですね。状況について調査させていただきます。確認が完了次第改めてご連絡いたしますので、恐れ入りますが今しばらくお待ちいただけますと幸いです。私このメールを出したのは生放送終わった直後でございました。で、昨日日曜日にねこちらのメールが返ってきたんですけれども、マジで本当に俺のサンシャインがね獲得できなかったことが本当にね、せっかく大阪に行ったのにさ、なんで俺のサンシャインが悔しい思いをしておりました。で、今回一通のね、ツイッターに、ツイートが来ました。大阪のイベントお疲れ様でした。横に座っていたものです。最初に言っておきますが、僕たちは盗んでないです。今回はサンシャインはマルチでできるので、僕はまだチケット残ってます。よかったら一緒にやりますかっていうね、あったかいコメントが来たんだよね。まあ、別にこれ、隣の人が盗んだとか言っちゃいないよ。大阪にね、こうイベントに行ったんだけど、もうね、ほんと関西のノリで、タチャチーンってほんとね、迎え入れてくれたんですよね。もうほんとね、熱くてね、いやほんとね、熱いですよ。はい、今回この串カツサンシャイン、まずレベル5の方、これをね、マジでゲットできました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう鍵マークだ。な、なくさないぞ俺は。それから、これ、ホシロックの大阪名物を堪能サンシャインですよ。本当にね。本当もね、涙ながらには、語れないよ俺は。もう最高だった。最高の短いねマルチの瞬間だったんだけど、マジでねあったかくてね、なんか最初なんか怪しいななんて思ったけど、あちょっとすいません、マジでね大阪に行って、まあマルチでね、今さっきお昼にねプレイしませんかって案内が来てね、俺やりますよ。いやマジで本当嬉しかったね。友情の封印する箱にね、友情封印されてたわけだ。俺の串カツサンシャインがこの中に入ってたのかもしれない。まあ入ってはなかったかもしれないけど、まあ本当に涙ながらにはね語れない。本当今回ここにも書いてあるだろ、あ悪魔になって友情はあるんだ、こういうこのね、まあ本当にねバトル誘っていただいて本当にありがとうございました。いやー本当にね、マジでこれで俺
サンシャインゲットできなかったら本当にどうしようかなと思うし、ちょっとまたね、DNA さんに、ね、メール送ったんだけど、まあちょっと回答もまだね、返ってきてないんで、どういう形になるかっていうのは分かんなかったんだけども、結構早い形でね、このサンシャインの方、ゲットできたんだね。まあ今回は本当に良かったかと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。